ゴリさん入ってくんな。バイバイ。まだ暑いからゆっくりしとき。だね。バイバイ。シミュレーションは切なさで毎度皆さん、39歳人生積んでる、なにわのヘビロックでーす。おはようございます。ようやく体調がね、復活してきまして、久しぶりの稼働となります。月は変わりまして、9月の1日ということでして、ついでに、先月のガチ実践での収支報告はですね、プラス17万5千円ほどでした。はい。まあ、北斗無双がやっぱりかなり強かったですね。まあ、スロットじゃね、万枚とか5千枚とかって、めったに出ませんので、まあ、その分やっぱり攻めれるときは、北斗無双とか、そういう、まあ、甘い機種を、たことがプラスになったなというふうに思います。なので、まあ今日は一応いつものお店が特定日でして、まあ特定日と言いましてもやっぱりちょっと微妙ですよね。で、この前バーサスの6積もってもまあああいう感じになるんで、まあディスクアップかなと思います。はい。というわけで、9月1日、今日は大事な初戦ですので、まあできましたらプラス1500枚付近でいつでも逃げれる体勢ですが、それよりも今日は負けないことをまず目標にして頑張りたいと思います。それでは最後までお付き合いのほどよろしくお願いします。いってきまーす。ナモアミダブツー。Stop!
Ladies and gentlemen!
DJ。お疲れ様でした。なんとか勝ちました。まあね、次ね当たるまでもうちょっと頑張ってもいいかなともう思うんですけども、まあもうちょっと肩がね結構コリコリで病み上がりやからちょっとねなんか変にこれでこじらしても嫌やなと思って。でまあまあまあキリがいいとこでやめました。まあ設定は2か5かってなってましたけど、ただ単にサンプル少ないんで多分。あと2000ゲームぐらい売ったら1の確率ぐんと上がると思うんですけどね。はい。まあ何せいつものお店はもう圧倒的に設定位置以外置かないんでね、まあ、たまーに、今日で45回か6回目ぐらいでしょ、ディスクアップ。そのうち1回だけねこう設定なんかなみたいなのがありましたけどそれぐらいの割合でしか入らないんで、しかも入ってても分かれへんしね、稼働してないからね、だいたい朝から昼過ぎまで自分一人なんでいつもそんな島に設定入れないでしょ。まあまあね、撮影固定してね撮影させていただいてるんで、あんまりまあね言うのもあれですけれども、まあでも事実な事実なんで、はい。まあこんな感じです。はい。今日から9月1日ですけれども、ガチで立ち回ったら勝てるのかっていうのがまだ言うても11回12回ぐらいですから、まあまあ今月もそれでちょっとやってみようと思います。はい。というわけで今回は病み上がりということもありますし、プラス808枚これで、フィニッシュということでした。それではまたお会いしましょう。パコパコさよなら、ありがとう。いらっしゃいませ。よろしくお願いします。ありがとうございます。